これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さね。普通に痛いです。普通に痛い。普通に痛そうです。普通に痛いです。よいしょ。わ、すごい小さいです。めっちゃ痛いね。ここはね、この硬さがずっと上がっていて、ここまで上がっていったりしますから。まあ、ふくらはぎ誰押されても痛いですわ。ああ、でもそうなんですか。そうです、そうです。でも筋肉硬いですか。筋肉、この辺がちょっと硬いかな。で、硬いところ、痛いところが、まあ、筋肉が硬くなっている、まあ、汚れが溜まっているよっていう状態です。でスポーツとかされてるので分かると思いますが、乳酸が溜まるとはまた違うくて、なんかね、変な物質が溜まってるんです。僕それはブタ X って呼んでるんですけども。はい、気持ちいいですけど痛いです。そう、痛いけど気持ちいい。そう、その感じなんです。で、騒ぐ人なんて騒ぎますか。めっちゃ騒ぎます。騒ぎますよね。うん、見てますよね。その通り。騒ぎたもん、ガッツリ騒ぎます。我慢できなかったら騒ぎます。はい、我慢できなかったら騒いでください。別に、まあ、痛めつけるためにやってるわけじゃないですから。楽になってもらいたくてやってますからね。痛めつけるんだったらもっと力入れます。全然僕力今入れてませんからね。全国から来るんですか。なんかね、今ね、YouTube 見てくると多いよ。全国から来ます。あ、まあ、宮城県、新潟、静岡、岐阜、福井、いろいろ来てるね。岡山。今度海外からも来るよ。海外もですか。うん、みんな物好きだね。膝の裏もすごいですね。膝の裏ね、ここね、腰痛とかね、肩こりにもこいつ効くんですね。その辺めっちゃ痛い。ここめっちゃ痛い。ふくらはぎこんな痛いと思ってなかったですね。でしょ。結構ね、ふくらはぎ痛いんだよね。痛いです。でもふくらはぎが一番痛いんですか。だいたいふくらはぎが一番痛いです。あ、なので他のところはそう、まあ人によって違うので、まあ、一概には言えないんですけども、太ももとかさっとギャーって叫ぶ人もいるし、お尻が結構一番痛かったっていう人もいるし、人によって違います。あっ、これ受けて寝る人もいるよ。寝る人いるんですか。いるいる。寝るんですか。信用されないけどね、みんなに。寝ますよ。この押さえて痛いところっていうのは、あとはもう白のカッターシャツの襟元を1週間ぐらい着たい、襟元の汚れみたいな。ああ、なんか切れば切るほどやっぱ汚れていきますよね、襟元も。使えば使うほど汚れていく、そういうことです。理解が早くてよろしいです。